武部市長は、江戸時代中高期の廃人、江氏。実生は山本、後に藤沢、弓名は、栄親、通称は平英門、字は、俗父。和江氏を自称し、父隆彩の知るよさ武尊の廃画を志向して、江戸武尊とあだ名された。夏目なるみ、鈴木道彦と共に三大俳画家と称され、幕末から明治にかけてのが人伝の類では一定の評価を受けている。 廃会では、家政家を代表する廃人の一人で、松尾芭蕉も勤募し、足立,立郷土博物館所蔵、松尾芭蕉像,像に、小島のり子、虎年関屋町に、武良昭門と名乗る。法歴11年、江戸本国町三丁目に、初夏、山本伝左衛門流斎の子に生まれる。山本伝左衛門家は、伊勢国井野軍伊沢村から徳川家康に従い、江戸に入り、 代々は黒を頭を務めた家柄で、小徳年間には、長崎屋玄栄門から一番組名主役を引き継いで、おり、桑名屋または山本屋として醤油屋を営んでいた。関屋の里に住む。父の子白い鳥を井の弟子、かや白尾に徘徊を学び、八弟子の一人となる。絵は、桜井幸館、ついで、住吉広幸に学んだ。また、谷文長にも指示している。 天明八年、共案編、百名月に、ファンスズメという配合でいる句を果たすことで頭角を表し、後に、白尾八弟子の一人に数えられる。完成元年、足立郡戦時河原町藤沢家の養子となり、藤沢平門と称した。同年には、王子権限の官主に就任した。ところが、藤沢家の家業あるいはそれに関係する商売に、 加わったものの何らかのトラブルに見舞われ、関屋の里と呼ばれた地に、秋川に陰性し、地元の住民と千住連を組織して、徘徊や廃画に興じた。具体的な場所については、南北千住町混弱見分実記に、旧家門宿日が指内、向山鉄工所筋向きの元氷川元ある。文化十一年十一月十七日死去、浅草北寺町日蓮寺に葬られた。 方法は、当時の占いや総長孤児。関東大震災後、区画整理により破壊しは解体され、漬物石になったとも言う。数直州に、大頭魚刑と聞け離書に近げとあり、頭が大きかった。酒飲みで、酒が足りなくなると羽織を脱いで、妻に室に入れさせ、酒に変えたという。金君職の文言、不許君主入山門にちなみ、伊予門に、ふと、 悪客下孤立入り暗門と書いた板を掲げており、死去翌年の文化12年10月21日に、千住連のコイン主催で行われた酒合戦では、この板が掲げられた。その後、三部祠の土下界となっていたのを、明治23年頃地元の青物川を問屋に今日、範屋が発見所蔵していたが、家が断絶し散逸した。千樹中長の港長寺でも、す長が、 よく酒を飲み、書画を多く残したため、須長寺と呼ばれたが、昭和20年4月13日の空襲で消失した。場所像、千住塾の家門宿、河原町、橋戸町の住人を中心に構成された徘徊集団、千住連を引き、徘徊活動を行った。千住連の構成員、ありがとうございます。